今回レイモなんですけど、はい、今こっちだとちょっと見えないんですけど、このレイモちょっと森脇さん特殊なレイモになりましたよね。またアタッチメントを追加してます。こういった形で動く形で、まあ障害物のキュアまで柱とかですね、ああいう横の柱まで刈れるように、はい、一応ここの刈り幅、ここギリギリまで刃で届いてますんで、ああ、そうなんですね。そこまで刈って、はい、その後、まあ柱とかがあったらこう当たって、はい、こう刈っていくと。へえ。紐で追加で、アタッチメントですね、追加で当たって、スイングアームっていうのが取り付けた機械になります。今まで極まりのできるラジコン草刈り機ってありましたか？あんまりなかったと思うんですけどね、はい、なんで確かどっかにもあったかなとは思うんですけど、ただ極めて珍しいですよね。はい、そうですね、非常に少ないですね。レイモの性能自体は本当に素晴らしいのが分かりますので、これの極まりをちょっと見ていけたらなというふうに思います。はい、しかもこの後ろ、増山さん、はい、今日はもう大量に、はい。いや、本当ですよ。もう、ヒデちゃんのために、もう草を残してました。残したみたいな。オーナーさんに。オーナーさんに。はい、まあ、あちらもクズとかもいろいろあるんですけど、まあ、そういう粉砕力は、まあ、レイももうわかるんですけど、ちょっと極まりの部分とか、そうですね、はい、そのあたりをちょっと見ていきたいと思います。はい、では、森脇さん、あとよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、クズが多いんですよ。これ相当きついですよね。ここはきついです。だから これくらいになる前に、はい、でも一瞬でなんかやってますね。一瞬ですね、うん、やばいですねあれ、うん。一番低いんで。ですよね。これすごい停車高ですね。乗り面で停
車庫っていいなと思ったんですけど、はい、こんなところでもなんか生きてくるんだなってすごいね。大量コントはこの世界生きてるかなりいいですよね、はい、いやあんな際立ってギリギリ綺麗に枯れたので、はい、今あんな綺麗になってますし、際もなのにちゃんとそのもう入らないようなところもあって、これちょっとすごいなと思いました。それでは借りました、はい、どうもお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。マスターさん、このレイもいかがだったですか。すごいですよね、はい、でもこの なんだろう、もう狩るパワーもすごいけど、はい、あのこの低さで、はい、今も言ってましたけど、あの低さのところをぐっていくっていうところも、はい、すごいなと思うし、はい、いやもう本当狩った後がすごい綺麗ですよね。これ本当に太陽光パネルかなり向いてますね、森脇さん。そうですね、一番向いてるかなと思います。はい、っていうのも、まあ、歯もフロントにあるんで、はい、あの一番刈り残し、まあ、柔らかい草の時でも、やっぱりタイヤとかで踏んで、はい、踏むことによって歯が届かないってあるんですけど、はい、これ歯が先行くんで、はい、あの刈り残しが少ないんです。はい、それと、ここの対象のところ、ギリギリまで歯が届いてるんで、はい、あの足元とかもギリギリまで一番枯れることができるのがこの機械ですね。なるほど。あと何といっても背が低い、はい、で斜面でも転倒しにくいし、低いところでもくぐれる、はい、これはやっぱり EV ならではで今回下げれるというのがあります、はいはい、これこの前お聞きしたんですけど、あのファームアップウェアっていうんですか、はい、あのアップデートしていって、はい、このアタッチメントもついたということで、はい、今後もしかしたらもっといろいろな機能がこのレイモにつく可能性だってあるんですよね。そうですね、今、まあ、あの現状もですね、レイモリンクということで、はい、この機械の状態ですね、モーターとかの温度とかっていうのは、はい、もう生産メーカーのチェコまで届いてます。もちろん私の子供の会社にも届いてるんで、はい、何らかで不具合が起きた時でも、あ、この機械がどういう状態にあるんだっていうことは、信号が送られてくるっていう状態になってます、はい、ということはもうあのどんどんこれが本当に改良されていって、そうですね、また新たなアタッチメントもそうですし、はい、故障かなっていう時も迅速にじゃあ対応できやすくなるということですよね。そうです、あの非常に分かりやすいですね。モーターの方なんか、どうやってバッテリーだとか、はいはい、電源に問題あるんかとか、はい、そういうのがすぐ分かるようになってますんで、ちょっともう割愛します、はい、やっぱりこれ EV っていうのはその整備性という部分でものすごく分かりやすいので、はいはい、多分故障箇所も本当に分かりやすいんでしょうね。そうですね、EV は何より部品が少ないんで、はい、故障の発生率が低いですね。あとやっぱりその新しいアタッチメントですけど、はい、際がりのタイプですよね、はい、際のところにちゃんとこうコツンと当たってその周りを買ってくれるっていう仕組みなんですね。そうですね、ちょっと紐のタイプになるんで、前の、はい、歯のとこよりやっぱり飛散物はちょっと多くはなってしまうんですけど、はいはい、やっぱりちょっとあこには歯つけれないんで、はい、まあ紐っていう形を採用させてもらってるんですけど、はいはい、まあでもおっしゃる通りで、あの飛散は、はい、このレイムもかなり飛散少ないタイプだと思ったんですけど、はい、これつけると一気にですよね、はい、飛散はあるので、ただこういう太陽光パネルだったら、あのとってもやりやすいのかなっていうふうに思ったので、そうですね、周りに何もないようなところでした、はいはいはい、もしまあ何かあるときはこれを使うのをちょっとやめておいてもらったら、はい、別に今こう格納した状態にしてますけど、はいはい、しておいてもらったらそのまま作業できます。わかりました。なんかまた新たなレイモアタッチメントとかもあったらご紹介ください、はい、なんかどんどん進化していってるなっていうふうに思いますね、はい、なるべくやっぱり人の力かけないっていうのもこれ大事かなと思うんで、もう暑くて大変なんで、はい、増田さんだっていつも暑い中もう、いやこれね、普段自分でやるとなったら、はい、もう2時間はい今日かかるんじゃないですかね、はい、しかも何やったら日陰で作業できますもんね。増永さんだって座りながら作業してましたよ、別のラジコン草刈り機見てて座ってたね、うん、だからまあそういうなんか省力化の部分でもいいのかなというふうに思いました、はい、そうですね、今日はあの草刈り隊 の増永さんとレンタルコトスの森脇さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。